こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしています。望む生き方、働き方へとシフトするためのヒントを伺うキャリアインタビュー。今回のゲストは前回に引き続きギターの処方箋高村代表の高村翔平さんです。前回ですね、7年勤めた会社員勤めを、円満退職されて、たくさん退職金ももらって応援されていよいよ独立というところまで行きましたという、ところまでお話を伺いました。今日はその続きをお話伺っていきたいと思います。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんで Fly High。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。はい、では早速高村翔平さんをお呼びしたいと思います。高村さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前回のお話でいよいよ独立ということで、まあ、すでにね、あの動画っていう、あの教材も出してるし、ね、はい、お客様もいそうな状態での、はい、そうですね、あの独立ですけども、はい、じゃそこからはスムーズに。そうですね、おかげさまですごくスムーズで、はい、前職の時のファンでいてくれた人たちがこうバーッと集まってくれたりとか、はい、それは何か声をかけたんですか？あの、僕楽器屋さんのネットワークがすごくあって、はい、で、あの高村さん独立するらしいよみたいな話がこう全国各地のこう楽器屋さんで、はい、あの語られた。セミナーをしに行ってた。そうですね、ところって、はいはい、でそうしたらこう その時のお客さんたちがだったら行きたいみたいな感じで、で電話がなんかかかってきて、通えますかみたいなどこにお住まいですか？群馬で。それはセミナーの、あの主催してるお店の人じゃなくて、来てくれた人ともつながってたんですか？はい、あの結構楽器屋さんって、はい、あの固定のお客さんがこう常連さんみたいにして来てる、そういうネットワークになってて、はい、うん、で店員さんがあの高村さん情報を流すと、そこに固定できてる常連さんには話が行くっていう。じゃあまたセミナー来るよって言ったらいらっしゃるとか、そういう形で流してくださってたところに、はい、高村さん独立したらしいよっていうのが流れたら、それは来ますよね。もう地方が多かったんで、地方の人たちが結構問い合わせをくれて、はい、遠い人だと名古屋とかもその当時いて。あ、じゃあその時は独立した時はまだだってお教室やるとか決めてなかった、あ、まあ、決めてないんですけど、うん、もうせっかくなら教えるっていうのをやってみようかなっていうのはあって、うん、あったんですね、はい、まあ、ニーズがあんまりそれだけあるから、はい、そうですね、じゃあ問い合わせで通いたいんですけどみたいな、通いたいんですけどっていうのがあって、はい、で、まあ、いいですけど遠いですけど大丈夫ですか、はい、みたいな、いや行きますっていう感じで来てくれて、あ、じゃあそんなに行きたいっていうんだったら、うん、もっと大々的に打ち出してみようっていうと、はい、あのブログのこのギターの処方箋でギター教室やりますって言って、それでまだあの金額も決まってない状態で、うん、とりあえずやってみたい人は僕に連絡くれませんかって言ったら殺到したんですよね、はい、何人ぐらい来たんですか？その本気で通うっていう人だけでも15、6人ぐらい。その段階でブログの当時読者さんって何人ぐらいいたんですか？相当いて、あの1日数千人とかは来てたんですよね。そうなんですね。で実際にじゃあ声かけたら、はい、まだ何もカリキュラムも値段も言っていないのに、15、6人行きます、はい、即答、即答プラスその全国の遠くの人たちがいて、どうしようって。最初の時点でじゃあ何人ぐらい？最初の段階で、覚えてるのが初めて 2,3 ヶ月でも40人超えていたんです。一番遠い人どっから来たの？一番遠い人が名古屋、名古屋、まあ、福島もいましたね。福島、はい、新幹線、はい、すごいな。そうですね、今考えたらすごいな。すごいですよ。それ月に2回来るんですか？すごいですね。しかもそういう人たちは、まあ、あのせっかく来るならって言って、はい、時間も普通僕1時間のレッスンなんですけど、はい、2時間に増やして2回とか、なんでかなりすごいなって思いましたね。なるほど。じゃあ最初の時点では、まあ、動画ももちろんあるけれども、それだけ個人レッスンが増えたらもう個人レッスンばっかりみたいな。そうですね、個人レッスンばっかりになって、そうですね、そんな感じでしたね。その時は、バンド活動に関してはどんな風に？いや、もう割とあのもうバンドでどうこうというよりも自分の表現が教えるとか、うん、その動画を作るとかにシフトしていたんで、うん、これはこれで作品だなって、作品作りだなと思って、結構それが楽しくなってたんで、うんうん、もうその自分がこうスタートして輝いてどうこう、うん、
っていうよりもそっちが楽しかったっていう。あ、そうなんですね。で、僕の中でのヒーローがこうあれですよね、そのいわゆるギターヒーローと呼ばれる人から、はい、それこそ和佐さんみたいなビジネスマスターに変わってきたんですよね。まあ、常になんか憧れのヒーローがいて、そうそう、ヒーローがそこに向かっていくみたいな感じがありますからね。はい、それがかっこいい。やっぱこういう風な自由なスタイルで生きていけたら、はい、でやっぱ好きなことを生かして生きていけたらっていう感じでした。かっこいいがシフトしたから人生もシフトしたっていう、はい、シフトして好きなギターは弾いてられるしっていう、はい、じゃあバンド自体はどっかで解散されたんですか？解散したんですね。会社員時代の最後の方で、あのやっぱりこうみんなもう、ね、30代とかあって、うん、そろそろ結婚がとか、あの、うん、会社でも出世をとかってなってくると、そのバンドで毎日眠い目をこすりながら会社に行く生活は難しいよねってなって、解散ライブってのをやって終えたんですよね。それは何年に？それいつだったかな、辞めるでも2年前とか1年前とか、でもその結構ギリギリまでやってたんですよね。でもだんだんみんなモチベーションも落ちてって、だってもう結構やってますね。結構やりました。相当やりました。10年もっと、10年近くやってましたね。その最初のキーだった人も、はい、人と僕だけ最後に残って、まあ、じゃあ2人はあのいつでもあの動けるようにしといて、やりたい時に一緒になんか作品作ろうみたいな感じ で今はその彼は僕のやってる教室の発表会のバックバンドのメンバーとしてやってくれてるっていう。そうなんですね、はい、じゃあずっと続いて、はい、その当時の仲間はみんなそういうところに駆り出されて、発表会はちゃんとしたこう演奏者で固めるっていう、すごい捨てるとこなしなんで本当無駄がない無駄がないです。全て全て活用されて全部つながってますね。じゃあもう、自分の憧れの人も、はい、まあ、ライフスタイルも変わったってことですね。ですね、憧れのライフスタイルが変わったから、変わりましたね。しかもお客さんもいっぱいいるしね。お客さんもいるしニーズがそっちだからね。そうなんです。でいてやってて楽しかったんですよ、教えてて。なるほど。だからそう、教えてる時に、そうそう、これが出会った時の話でもありますけども、なんかギターの教室なのに人生相談になっているっていうのは、はい、そうですね、最初そういう思いもあったんですか？いや、全くなくて僕はギターを教えるのに長けた人だと思ってたんですけど、はい、どうやら求められるのはそこじゃないっぽくって、まあ、そこももちろんそうなんですけど、プラスアルファでこう、こんなことが会社であってみたいな話をなんかしてくれるんですよね、皆さん。でそれに答えてたら、いや先生に相談するといろいろ解決するみたいなそれもなんかちっちゃい時からの、そうですね、なんか積み上げた、ね、ずっとつながってそうな感じですね。つながってきてますね。不思議な流れの教室になってますね。でもそういうのが一番だって続きますよね。そうですね、人生も変わるみたいな、人生もね、ちょっとでも影響あればギターも上手くなるけど、そうですね、ギターも上手くなってその人生の悩みも解決するっていう、素晴らしい。なかなかないです、そんなギター教室、はい、多分珍しいですよね、かなり、はい、しかもギターめちゃくちゃ上手いしみたいな、そうです、教え方も上手だしっていう、できるんでそうですね、すごいですね。発表会もされてるんですよね。そうですね、発表会も年に2回やっ て、なんか写真を拝見したらすごい大勢の人が登場してる感じなんですけど、はい、何人ぐらい出てるんですか？出てるのが毎回30人ぐらいが出て、常時、ちょっと待ってください、生徒さんは何人いるんですか？今80数人。そうですねだからまあ1年待ちなんです ね、 今ね。そうですね、それが僕が教えられる、一人で教えられる限界なんです。なんか辞める人いなそうだから1年待ってもそうですね、3月とかでみんな転勤がとか、なるほど、やむを得ない事情で、やむを得ない事情でお辞めになる方が、辞める方がいてかもしれないという、そこで最初に待ってる人に連絡をする、すごいですね。そういう感じなんですよね。まあ、ビジネスとしてはなんかめちゃくちゃ安泰な、まあ、みんながですね、いいなって思う、うん、そうですね、スタイルだと思います。おかげさまで。大変なことって何かありますか？ありましたというかそうで、これだけお客さんが来てくれてるっていう状態で、で、まあ、考えるのは拡大っていう方向かなと思って2店舗目を出したんですよね。でそれを1年半で潰すっていうことがありました。それはでもやっぱり会社員時代に戻ったような感じがしたんですよね。誰かを雇ってやるっていうことは、
あの意見がまた違う人がそこに存在するっていうことなんで、そこで言いたくなっちゃうんですね僕。あやっぱり、はい、そう、そこは変わらずに、変わらずなんですよね。しかも自分の城なんで、そこでやっぱこうしたいっていうのがあって、すごく彼らは頑張ってくれてたと思うんですけど、なんかもっとこうやってあげた方が生徒さんは喜ぶよとか、あの上達するよとかっていうアドバイスをし続けて、これはいや言うだけかわいそうだなと、その時会社に僕が正義感で言ってたのと一緒で、言われてる方は結構これは辛いかもなって、じゃあ解散だなって言って辞めたんですよね。それが1年前ぐらいなんですかね。それが辛かったことですね。でも常時辛いことっていうのはないですね。ないですね。楽しくやっています。だから独立したからって、まあ、独立するとね、一般的にはなんかこう人が増えたら、拡大して自分の分身作ってみたいな風なことが言われてますけれども、はい、まあ、必ずしもそれがハッピーとは限らないし、ね、そうですね、僕に関して言えばもう全然ハッピーではなかった、ね、そうする必要もまあ必ずしもないのかなっていうふうには思いますよね。まあ、でもじゃあ今は待ってる人がいてちょっと心苦しいけど、 そうですね、まあ、それ以外は、もう非常に楽しい感じで、レッスンのクオリティを上げていこうと頑張ってるところですね。レッスンのクオリティを上げる、それレッスンのクオリティを上げるっていうのはどんな風にやってるんですか？それ今最近僕すごくテーマで、これに関してブログも書こうと思ってるんですけど、また皆さんブログがちょっとなんかいっぱいありそうなので、ちょっとまたじゃ次の曲を聴いてから伺ってもいいでしょうか？はい、お願いします、はい。では、帯義行さんでダイヤモンド。今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない夢はここにある。波の粒黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう。やりたいことからやれることに変わっていた。動けない同じ場所ぐるぐると回って、海へ返すアメジストさようなら。今輝いてる
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。はい、では高村さん、最近はクオリティのことでもうブログも書こうかっていうぐらいの、はい、マイブームになっているということで、はい、そのあたりについてどんなお考えでやってらっしゃるのか聞かせてもらっていいですか。はい、はい、ですね、クオリティって技術のことっていうのは、それこそインターネットとか見れば今いろんないい情報が落ちてて、でそれがあれば本当はみんな上達するはずなんだよなと、でそれこそレッスンに通ってればみんな上達するはずなのに一定数の人しか上達しないでいるなって、そこを考えるようになった時にいかにモチベーションを保つかとか、そこが実はテーマなんじゃないかなと最近思っているんですよね。なんか仕事が忙しくて練習できませんでしたとかっていう人が結構いらっしゃって、でも片や上達してる人もいて、じゃあそこをコントロールできるようなことを学ぼうって言って、いかにストレスをコントロールできるかとかモチベーションを保てるかとか、そういうところの研究を始めていろいろ実験をしている感じなんですね。そしたら割とみんなスムーズにやってきてくれるようになったりとか、コーチングみたいなそう、そこだなと。コーチングギターレッスンみたいなそう、情報はねこんだけあるのになって。でも素晴らしいですね。でも分かります。だからその、常にやりたいことはやるんですよみんな、はい、だけどそれ以上に疲れちゃったりとかすると、はい、やりたいことの前に寝たいみたいになったりすると、そうです、ね、多分後回しになっていくと思うんですよね、はい、そうなんですよね。いやすごいな。でもそこって生徒さん任せっていうことが、はい、ほとんどの教室はそうだと思うんですけども、そこまでケアをしてくださるとなると、いやこれますますやめないですねなんかね、一つのコミュニティになってて今誰もやめないですよこれ。そうですね勝手に発表会の企画とかみんな考えてくれ始めちゃって、はい、僕割と何もしなくても今はいいようになって。すごいですね。だコミュニティ運営も結構大変っていう方も多い中、それはすごいと思います、ね、僕は楽しくって感じですね。でもやっぱりそれだけその人たちの、ギターもそうでしょうけど人生が変わってるんだと思います、毎日がすごく楽しくなるとか、そういうことで、そういういいエネルギーの人たちが集まってると、はい、やっぱり好循環じゃないですか。だいぶ今好循環だと思います、はい、いや素晴らしいですね、はい、こんだけ言うとやっぱみんな慣れたくなりますよね。私も慣れたくなりましたけどキャンセル待ちですから、はい、1年待っても転勤の人がいなければ入れませんという状況でございます。はい、でもなんかちょっとレッスンは来れない人のためにちょっと音だけでも聞かせてもらってもいいですか。はい、実はですね、はい、今高村さんのスタジオっていうか、スタジオって言うんですか、教室で収録させてもらってるんですけど、はい、ギターが何台あるんですか。1、2、3、4、5、あっちにもありますからね。あ、すごい、分かんないぐらいあります。もう10台は優に超えている。そうです、10台を超えてますね。そうです大丈夫ですか。はい、感じなので、そうですね、なんか例えば、ちょっと一番近いところにあったんでアコースティックギターとか、イメージとしてはもうフォークギターとかっていう感じですよね、はい、でこういうのをやったりするギターだったりとか、はい、でもこれもなんか何台かあって大きさによっても音が違うんですよね。そうですね、すごくちっちゃいのを弾いたんですけど、はい、今度はすごくでかいやつですね。アコースティックギターで一番でかいって言われているドレッドノートサイズっていう軍艦の名前がついてるんですよね。これちょっとふくよかな音になりますっていう、これがでっかいサイズ。またちょっと音が大きく、そうですね、響く感じですね、はい、僕みたいな小柄な人間が持つとすごくでっかく見えるギターですね。でこれがマーチンっていう一番有名なアコースティックギターメーカーのやつですね、はい、であとは例えばクラシックギターとかっていうのもよいしょ、柔らかいですよ。有名なのもこれですよね。音がまた全然違いますね。そうですね、柔らかい、柔らかい、
形は似てるのに似てるのに全然違いますよね、はい、こうスペインスパニッシュみたいなこういうのもこれですよね。クラシックギターで弾いてるんですか。の、まあ、ちょっとだけあの仕様が違うんですけど基本構造は一緒で弦もこうなんですか。ガット弦って言われる。聞いてる方あの、はい、いや私あの目の前で見て見させていただいてるんですけど、同じギターですからね、さっきのあのさっきの音楽と今のちょっとフラメンコっぽいのと同じギターです、はい、音が全然違いましたね。そうですね、これ全然違いますよね。こうこうジャズとかやってみたいなのもいいですよね。こんなのも素敵ですね、はい、あのできますしね、はい、そうすごくこれは僕は好きで、あの休みの日はこればっかり弾いてるっていう。あ、そうなんです。音がやっぱり気に入ってる、はい、あの癒しの音というか癒しの音ですね、確かに、はい、すごい優しい音なんですよね、はい、でよいしょでかと思えばあの全く全然違うあのエレキギターなんていうのもあるんで、はい、これまた面白いんですけれど、ここに機械がこうあってでしょ。あのやっぱり生徒さんがいろんなあのロックの方から、ええ、あのアコースティックか ら, ク, からクラシックからジャズの方もいらっしゃるんですか。ジャズの方もいらっしゃって、はい、いらっしゃってどんな方でも対応されてるの で, あの そ, で、ね、それの数だけギターがあるんですよね、はい、本当にすごいです。あ、言い過ぎなくらいあって、そうなんですよね。でも好きもここまでいけば立派なもんだなと自分で思います。でこうエレキギターです。すごい。ちょっと私には分からないけど、多分弾き方も違うんですよね。弾き方が全然違って、ね、はい、こうあのいわゆるあのフォークギターとかね、コードをこうメインに弾いたりしますけど、はい、これはもうメロディーを弾くんですよね。こうビブラートとか、こういうかっこいいですね。やるわけですよね。そうね、こう。こんなのもあ、よくスポットライト浴びてやってる感じの、ね、やすね、はい、すごいですね。こんなのがあったりとか、まあ、でも結構僕が好きなのはさっき言ったあのファンクとかそういうこういうのが好き。これも皆さん同じギターですからね、これさっきのエレキと一緒です。そうですね、すごいですね、はい、という感じですね。ジャズもジャズのギターとかだったらあのまた柔らかいサウンドになって、はい、次はジャズギターをちょっと、ね、弾いていただきます。はい、楽しいでしょうね。そうですね、休みの日も結構ずっと弾いてますよね。そうなんですね、はい、素晴らしい、なんかこんなだけ、ね、ありがとうございます。はい、こんなにあの好きなものに囲まれて、それもそれがすごくお上手でいらっしゃってっていう、あの教えて感謝されてっていう、本当に羨ましいと思われる方たくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、なかなかねそういう風に生きていない方も世の中には多くてですね、あのちょっとやっぱりそういう方へのメッセージをいただけたらなと思うんですが、はい、まずはやっぱりなんかやっぱり自分も好きなことであの生き生きと、はい、それで人に感謝されて、仕事としても成立してやっていきたいなって思いながらも、まだ会社にされてたりとか、まあ、独立しててもね、あのできることで生活費を稼いでる方は多いので、まあ、そういう方に何かメッセージをお伝えするとしたらどんなことをお伝えになりますか。そうですね、もし好きなことがあるんだったら、うん、それをあのもうとにかく追求し続けることが大切なのかなと思ってて、それは会社員をしながらでも僕は深夜頑張ってこうバンド活動をしていたように、常にやっていくと、やっていく中で
こう周りの人からこんなのどうって僕はブログで言われたように声をかけてもらえることもあったりするので、常にあの諦めないでやり続けること、あとはせっかくこんな時代ですから、あの何かしら情報を発信していくと、あの外界とつながってそこからアドバイスをもらえたりもするんで、あのぜひ発信し続けていってほしいなって思います。で、思いもよらぬところからいろんなご縁をいただいたりもするので、はい、自分の頭の中だけで終わらずに、ぜひどんどん発信していってくださいねって思います。ありがとうございます。はい、じゃあもう諦めずにやり続けることと発信をする。そうですね。発信をする。あとは自分に嘘をつかないっていう、やりたくないことをあえて、ね、あの仕事でもやりたくないこと皆さんやってると思うんで、そういう人もいっぱいいると思うんで、せめて自分のプライベートな時間はやりたいことだけを追求してやっていくといいのかなって、はい、でそれを発信してそれに共感してくれる人が、あの最初は少ないかもしれないですけど、絶対いると思うんで世界中探したら、はい、そういう人たちを少しずつ集めて味方をいっぱい作っていくといいのかなって思います、はい、ありがとうございます、はい。じゃあせっかくなので、これ聞いてくださってる方の中に、そうですね、バンド活動とか目指してる方がどれだけいるかわからないんですけど、もしいたとしたら、はい、何かお伝えになることって特にありますか？特になければあれなんですか？いや、バンド活動してる人はですね、どうしてもあの作品作りとか、はい、あのライブ活動とかそういうのにこう注目しすぎちゃって、はい、それを聞いてくれる人のことをあまり考えてないのかなっていうのがあるんですよね、はい、なのであのこびろとかっていうわけではなくて、やっぱりこう常にお客さんの意見をもらったりとか、はい、発信していくことはやっぱりこれも忘れないでほしいなって思うんですよね。お客さんがこう一人しかいなくて も、はい、もう僕らの音楽は成立してるんだからこれでいいんだっていうんではなくて、はい、迎合しろとも言わないので、はい、ただちょっと発信しながら、どん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 せっかくいい音楽作ってるんだったら多くの人に聞いてもらった方がいいんで、ちゃんとマーケティングしたりとか、はい、ビジネス的な観点も入れながらやってくれたら今の時代成功しやすいんじゃないかなって思います。ありがとうございます、はい、まあ、そんな方にはぜひですね、高村さんのブログを、はい、読んでいただけるといいのかな、ね、と、はい、参考になるかと思います。はい、はい、前々回前回今回と3回にわたって、高村翔平さんのキャリアインタビューさせていただきました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。高村さんの話を伺っていると本当に流れに乗っているというのはこういうことなんだなというのも感じますね。もちろん、関わっている時の、対応とか、本当にその時の高村さんの誠実な対応があってこその話ですけれども、独立した時には全国の楽器屋さんが高村さん独立したよってお客様に教えてくれて、常連客の方々に教えてくださったと。で、それでもう問い合わせが来ると。じゃあブログでも行ってみようと思ったら、本当に習いたいです、値段も言ってないしプログラムも言ってないのに習いたいですという方がもう殺到したと。そこからもう始まって、動画講座という要望があったので動画講座を作り、まあ、当然売れますよね。でそこから教えるというところにシフトされるわけですが、どれもですね、無理やりというのがないですよね。バンド活動をするのを諦めて先生になったとかそういうことではなくて、高村さんご自身の中で憧れる人の対象が変化したので、それに素直に従った結果仕事や働き方も変わったという、このあたりが、素晴らしいところかなと思います。現在でもレッスンのクオリティを上げることにフォーカスっていうしているということですが、そこで、そこに根底に流れているのはやはり高村さんのギターへの愛といいますか、こんなに素晴らしい楽しいギターなんだから、もっと多くの人にその楽しさを味わってほしいっていう思いだと思うんですよね。そのために続けることが難しいっていうことが一番のブロックならば、その
そこをなんとかすることをサポートしようという、本当に自分が好きだからこそその楽しさ素晴らしさを人に伝えたいという思いが溢れてますよね。そんな高村さんからのメッセージ、まあ、好きなことがあるならとにかくプライベートの時間だけでもやりたいことだけをやっていってそれを発信することとおっしゃってました。自分に嘘をつかずに発信していけば最初は少なくても共感する人が少しずつ増えていきますよというメッセージ、とても勇気づけられた方も多かったのではないでしょうか。前々回前回今回と3回にわたって高村さんのお話伺ってきました。1つでも2つでも3つでもご自身の人生に役立てていただけたなら私もとても嬉しいです。この番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。よかったら番組登録してくださいね。次回もまた素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきます。楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。